縦の引き付けですね、が、まあ、勝因ですけど、はい、やはりこう今港富士が、まあ、終始こう半身だったということが、やっぱ攻められない理由ですね。主勢に回りましたね、はい、さあ土俵上楽しみな一番を迎えました。幕下上位5番4番目の取り組みは西林東村田を迎えました。学生相撲出身力士同士の対戦になりました。こちら村田は日大出身初場所デビュー、そして右の林は春場所デビュー近畿大学出身です。五坊市出身二芝部屋東方村田、札幌市豊平区出身立浪部屋。この両力士は学生時代にも6回対戦があります。村田に聞きますと分が悪いんですよという答えが返ってきました。村田の1勝5敗、この世界に入ってからも村田一敗という星です。どうも合口が悪いんですよという支度部屋での話でした。村田、こちら林です。さあ立ち合い、林右側村田左、突っ込んだ村田、突き放す、あったはずにあてがった林、押し出しの勝ち。林勝って1勝、村田負けて1敗です。序盤は激しい攻防でした。最後林がはずにあてがって押し出しました。林の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して林の勝ち。押し出し林の勝ちです。学生相撲出身力士同士の対戦になりました。西の早道